ですね、皆さんの手元に、置いてました。昨日授業を受けた人は基本的にこれですね、これをちょっと見てほしいんですけど、一番上に名前を書いてください。一応上に書いてあげる。なかった？置き忘れた。ちょっと印刷が厳しいっちゃ厳しいけど、大体読めると思います。小さかったけどね。例によって、毛虫と同じ、毛虫が逆に真似したんでしょうけど、これ福岡県の入試が終わった後発表されます。どの問題が何パーセントできて、どの問題が何パーセントできたというふうに発表されます。でそれでまずですね、やってほしいことは、昨日受けた人はですよ、一番上に名前を書いて、で各科目ごとの合計点が出せたら出してください。例えばですね、国語って書いてあるじゃん。これ国語って書いてあるよね。でここに例えば、38点とかですね、そういうふうに書いてください。で右下のこの空いてるところに合計何点でいきましょう。で昨日受けてない人は、今日引き続きちょっと説明をする予定にはしてますので、一緒にですね、問題を見ていってほしいと思うんですけれど、例えばですね、あとは受けた人やってほしいのは、これ全部問題の番号があります。番号に、間違えたところに印をつけてください。間違えたところですよ。間違えた問題に印をつけていって、ですね、例えばすごいよね、国語の一番の問い録って 6.3% しか正解率がないんですよ。 6.8%、 6.3 か、 6.3 しかないです。じゃあこれ当然落としても大丈夫、カゴとかでも大丈夫、くだっても通るみたいな感じなので、あともう高いところをですね、一応取れるようにしといてほしいなと思います。これは福岡県が発表したデータですから、めちゃくちゃ正しいデータなんですね。数学の6の3とか 1% ですからね、このまま解けるわけないでしょうということでしょう。はい。で、昨日受けてなかった人は、昨日英語の説明しましたんで、今あげました、YouTube に上げましたんで、解説が欲しかったら、YouTube を見てほしいと思います。それと、過去問のですね、過去問のリスニングに関しては、焼いてあげれたらいいなと思いますんで、焼いてあげたいと思います。では今日は今から理科と社会をしますので、みんながこういろいろやってる間に理科とかをちょっと解いてみてください。はい。これ本物の入試問題で25年の問題になってます。
出てくるからですよね。いいですか。大体作業終わりましたか。そしたらですね、昨日受けた人は、ですね、ノートに理科のちょっとやり直しとか、間違ったところ、解説がめちゃくちゃこれ詳しいので、間違ったところのやり直しをしてください。ですかね。ものすごい大事なんで、今の時代の流れはとにかく解説を見て自分で復習しなさいというですね、それで理解できるような人を育てなさいという時代なんで、教えること半分、自分でやること半分というイメージでいきたいと思います。いいですか。しっかり復習しましょう。この音がいいかな。この音でいいと思う。
間違えたところの印はね、つけてもらうのは後で集めます、今日中に集めますので、まずそっちをカウントしてください。で、解説を見て復習に早く入ってください。印をつけるのが先ですね。間違えたところの印をつけてください。後で集めます。ですか、順番的には、間違えた番号に印をつけます。それが終わったら復習に入ってください。間違えた音が大事ですからね。間違えた音がとても大事です。
ましょう。その前に25年にですね、平均点を発表しますので、いいですか、平均点発表しますので、それが東の合格ラインです。基本的にですね、いきます。国語32、数学31、県の平均で、社会34、理科30、英語30、合計がですね、156点。はい、これが、偏差値50です。これ偏差値50になりますね。福岡県はこれしか発表しないんですね。福岡県はこれしか発表しませんので、まあ、これから予想すると、加護とか倉手高校は、ですね、何倍なのかな、大体30点ぐらいプラスかな。一応これ6点プラスでしときましょうかね。でも、もうちょっと余裕持ったら8点プラスでしょうけど、一応ちょっと目安がないんでですね、7ぐらいにしとこう。39、38、これ加護とか倉手のラインにしましょう。7点プラスでしょう。で、30点しますので、191ですかね。まあまあこれぐらいがいけたらいいかなと思うんですけど、まあ、大体大雑把に行ってですよ、大雑把に行って、30点ライン、東30点ライン、加護が36、7ぐらいのライン、というふうに、いくらでもね、というふうに今の時代はなってると思います。180ぐらいからでもちろん入ると思いますし、噂によると150点台の人も入ったという、加護高校入ったと去年はね、いう話も聞いてますので、一概にちょっと言えないですけど、一番下の人もキリがないけどね、その人は何らかの事情があったんでしょうから、内申書が足りてるとか何かあったんでしょう。はい、一応ちょっとこれを目安にして、自分の点数と比べてください。いいですか。で、後で集めますので、合計何点ぐらいになったかというですね、なかなかちょっと今記述して難しいと思います。はい、じゃあ理科の説明に入りたいと思いますね。椅子、今日はですね、この25年とそれから、4回までのところで、トライアルの6プラス6の4回のところまでですね、で説明してない科目についてちょっと補充したいと思います。はい、じゃあ行きましょう。1番、実はこの前にバッタが出たと思うんですよね。バッタの問題が出てて、そこら辺から進化系のところですねが出るという話になっていました。ちょっと理科に戻ってください。はい、理科に戻りましょう。いいですね。
ですね、外頭膜、まあ、これは大丈夫だと思います。まあ、イカが出たというのはね、軟体動物が出たということで、実はゆとり教育の時にはなかった進化系のところだということになりますね。で、内臓を傷つけないようにするためということです。この解剖バサミは何のために使うかということは、問題集にも載ってますのでですね、そういうふうな出方がされたとですね。はい、から下線部2ですけど、軟体動物の仲間はアサリとかでしたですね。はい、ミミズ軟体動物に思いますけど、関係動物ってですね、丸い関係、この感じです。多分あの解説にも載ってたと思いますが、関係の、と言います。はい、それから当然外骨格と筋肉ということでですね、まあ、一番はちょっと取りにくかったかもしれませんが、あまり大きく外さないでいってほしいですね。はい、じゃあ、2番いきたいと思います。はい、花粉は薬でしたね。で、松の薬、まあ、胞子能ですね。あ、じゃない、すいません。花粉能ですね。ということなんですけれど。ですね。こっちは下の方が雄花ですから、下の方が雄花で、雄花のこれが、こういうふうに、ここのところが昔の役のところですね。花粉の役になります。で、これが、右の方で行くと、おしべの先っぽですから、めしべが真ん中にこうありまして、でおしべの先っぽ、こことここを塗ればいいということで、これは難しくなかったでしょう。はい。それからトニーの位置ですね。全く同じ形質の個体の集団ということでですね、無性生殖と同じようにということで、これクローンできた人、クローンできた人、ああはい、実はですね、クローンは、一番最初羊だったかもしれません、かなり前に、実験でね、生み出されましたね。クローン、話題になりました。当時新聞では話題になりました。有性生殖なのに親と全く同じ形質を持ってるんで、全く同じ形で生まれてくるんですね。形質も全く同じで生まれてくるということで非常に話題になりました。もう技術的にはクローンを作る技術はあります。はい、でその次ですね、形質の表れ方がこのようになるのはですね、当然、分離の法則のところを説明すればいいということですね。遺伝子が分かれて別々の生殖細胞に入り、その後受精が行われると、まあ、この別々のというのが、まあ、普通遺伝子が分かれて、生殖細胞に入るというね、ということで別々がなくてもいいかもしれません。または性細胞、卵細胞とか精子と卵とかいうふうに具体的に書いてもいいです。とにかくあの分かれて入るということが必要ですね。染色体が分かれて入るということが非常に必要、遺伝子がね分かれて入るというのが必要です。さあ、3番いきたいと思います。これ実は、昔ゆとり教育に入る前よくものすごく出された問題でですね、ちょっと定規を用意してください。定規を用意してください。で、同じ物質ならですね、これ何が等しいかというと、密度が等しいわけですよ。ですから密度が等しいのは、密度というのは体積に比例しますんで、質量を体積に比例します。密度が同じ場合はね、だから同一直線上にあるのが同じ物質だと考えられるわけですね。はい、3本点が引ける、線が引けると思います。はい、点を結んでください。原点と結んでください。この同じ直線上にあるやつが同じ物質と考えられるということですね。 ABG
これはめちゃくちゃ昔は人気のある問題でよく出てたんですけど、ちょっと復活したなという感じがしました。ゆとりが終わって、復活してきたなという感じの問題ですね。やり方さえ知っておけばなんてことないんで、非常に点が取りやすいと思います。はい。で、同一ね、原点と A を通る同一直線上に DG があるということで、この同じ直線上に乗っているということを言えば、同じ物質だということが言えるわけですね。はい、いいですか。横が体積で質量ですから、密度が等しいと表現しても大丈夫ですよ。理由、A と D と G は密度が等しいからというふうに書いてもいいです。ですね。横が体積で上が質量ですから、結局体積分の質量ということなんでね。これ同じ直線上にあるということは傾きが等しいということですから、傾きは実は密度のことですね。傾きは横分の縦でしょ。横が体積で縦が質量なんで、体積分の質量で密度が同じだということですよ。頭入ってますか。大丈夫ですか。いいですか。頑張りましょう。はい、その次です。製鉄所では酸化鉄を多く含む鉄鉱石に鉱物などを混ぜて溶鉱炉で加熱し鉄を取り出している。要するに、酸化している鉄は役に立たないんですよね。純粋な鉄に戻したいわけですね。だから、鉱物を混ぜて溶鉱炉で加熱している。実は自分がこの塾の仕事をする場合はこういう仕事をしている会社に入っています。で、上海製鉄所っていうものすごく大きなプロジェクトがあって、でそこに俺出張しなさいって言われて、それがちょっと嫌でやめたんですけど、何年も帰ってこれないです。で、今みたいに経済発展してる中国じゃなくて、何十年も前の中国ですから何もないんですよ。でそういったヨーロッパとかアメリカだったらひょっとしたら行ったかもしれない。一つの機械が5億円ぐらいの機械を据え付けて帰る、一人で行ってこいって言われた。行けるわけないし、一人でねって言ってこいと言われて、もうちょっとそこは断ったんですけど、結果的に最終的にその会社は、倒産してしまったんですけど、ただあそこ上海製鉄所で受注したのが何十億円中ね、仕事を受注してたんで思い出します。この鉱物炉といってですね、還元するんです。酸化鉄を還元させて純粋な鉄を取り出すという仕事でした。はい、いいですか。で、鉄を取り出すために炭素を使うのは、炭素のどのような性質を利用しているかというんですね。当然、還元剤なんですね。結局酸素と結びつきやすい、鉄以上にですよ、鉄以上に酸素と結びつきやすいから酸素を相手から奪うことができますね。いいですか。こう駆け出していますか。駆け出した。あ、はい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 、ね、酸素と結びつきやすいということですね。はい、酸化物から酸素を奪いやすいとかいう表現でもいいですですね。いいですか。じゃあ、久しぶりに酸化銅の還元の化学式をちょっと書いてください。どうぞ。もう一回言いますよ。酸化銅の還元の化学式を書いてください。酸化銅の還元の化学式です。ここで2つかけたらいいね。2つかけたらいい。酸化銅の還元の化学反応式を書いてください。化学反応式です。酸化銅です。酸化銅、還元ですよ。頑張れ。酸化鉄は普通出ないんですね。酸化鉄は出ます。はい、じゃあ行きましょう。普通はですね、こっちの式です。ECU プラス CO2。はい、できた人。もうありがとうございます。普通これです。あと1個なんです。あと1個。学校じゃさ、危ないけんさせんけどね、水素を吹きつける、高温の水素を吹きつける。はい、どうぞ。今のヒント、高温の水素を吹きつけます。要するに水素で還元します。
あんたたちやったら力があるけいて。ね、酸化銅の還元は2種類ある。炭素の時は酸素が2個いるんで2がつきますよね、CO2 ね。水素は H2O で1個しかいりませんので、はい、できた人、できた人、はい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 、ありがとうございます。なんで2がいって、なんで2がいらんかぐらいは頭を使っていただきたいですね。いいですか、CO2 やけん、ここ酸素が2個いるけん、当然ここ2個いりますよね、酸素が。けど H2O やけんが当然1個いるよね。身がいらないということになります。ただ水素を使った還元はとってもちょっとね、なんて言いますかね、危ない。水素って爆発したりしますね、危ないのでということになりますね。今の福岡県の入試は知識はあるね、でそれを文章にするっていうのが基本大事になりますので、そこら辺を意識していきましょう。いいですか。はい、じゃあ4番いきましょうね。4番、いいですか。これは何の実験かと言いますか、化学電池の実験ですね。化学電池、ね、最近授業中にもこれをよく見てくれたりしてる人もいるんで、あ、こっちになかった、暗記のね、理科のやつとかも見て確認してる人もいるんで、どの単元かというところを後で調べたかったら、まあ、今でもいいですけど、化学電池というところを見たら分かります。ですね、で、今この問題の出し方なんですけど、当然水素が発生するわけですけど、薄い塩酸の中に亜鉛板と銅板を入れましたね。どっちがプラス極でどっちがマイナス極でしょうか。今回モーターを回してたけど、まあ、こう電池にします、電球にしますね、電球。いいですか。はい、亜鉛と銅ですね、どっちがプラス極でどっちがマイナス極でしょう。しばらく線やったらすぐ忘れるけどね。じゃあどっちが溶けますか、亜鉛と銅ってどっちが溶けますか。ひょっとしたら学校の先生がハリキンしちゃって高校で出てくる、イオン化傾向って習った人います。イオン化傾向、イオン化傾向、イオン化傾向、イオンになりやすい、イオンになりやすいって言ったら溶けやすいってことです。溶液ね、仮想かなみたいな感じで習いませんでした。仮想かな、まあ当てにするなですね。ひどすぎる借金みたいなですね。はい、こっちはですね、亜鉛の方がイオンになりやすい、イオンになるということは溶けていくということですよね。2プラスでしたね。で電子2個残しました。この電子はこういうふうにこっち側に動いてくるよと、その時にモーターを回したというふうな話になっているんです、今回ね。ですね、で実は電子の移動する方向と電流は逆だというふうに考えましょうというふうになってますよね。だから電子は亜鉛の方から銅、電流は銅から亜鉛だから、こっちがプラス極でこっちがマイナス極だというふうになってましたね。大丈夫ですか。電子が移動する方向と電流が流れる方向は逆というふうに考えましょうという発想でした。さて、発生した気体が水素であるという、もし塩素だったら、まあ塩酸ですから、塩酸って塩酸の溶媒って何ですか。塩酸の溶媒、塩酸の溶媒、何が溶けたものですか。塩酸、塩化水素ですね。塩化水素気体ですもんね。普通溶媒って固体が多いじゃないですか。例えば食塩水だったら食塩を溶かしてるとかね、砂糖水やったら砂糖を溶かしてる。塩酸は塩化水素という気体が溶けてるわけですね。はい、実は塩化水素も化学式は一緒なんで紛らわしいんですけど、塩酸と化学式一緒です。HCl。ね、でこの気体が溶けた、液体が塩酸ですよということになりますね。
溶質です。塩化水素、塩酸の溶質は塩化水素、溶媒はもちろん水なんですけどね。で、まあ塩酸だから H と Cl からできてるので、出てきた気体は水素か塩素だろうという話があります。大丈夫ですか。で、塩素の特徴、皆さん塩素の特徴をちょっと書いてください。どうぞ。塩素の特徴、塩素ってどんな気体でしょう。塩素の特徴って何でしょう。塩素の特徴は何ですか。いくつかあるんですよ。実はですね、色がついてるんです。本当は薄い黄緑色の気体、ほとんど無色無臭でしょ。大体ほとんどの気体。下級ですか。下級か下級か。はい。まだじっとしてる時が多いよ。まだもうあと本当、ね、2週間ぐらい全力で、黄緑色の気体なんですね。で、その次、刺激臭。塩素の刺激臭はみんな絶対記憶がある。あのプールの匂い、プール消毒した後の匂いとか、時々、最近あんまりしないけど、水道もね、と消毒した後ってちょっと塩素の匂いが残ってる時ありますね。で、つまり殺菌作用。でもこれは区別するのには難しいよね。殺菌作用がないから水素だとか判断しにくいよね。そして最後に脱色作用するね。はい、ということになります。ですかね。まあ水性の赤いインクの色が消えたとかいうことになるんですからね。まあ今回はこれしか判断材料がないでしょうということになりますね。ちょっとこれは分かりにくいんで、特にここはもう絶対分かりにくいですね。そういうふうな、実験装置にしてないですよ。ただ発生した気体を見てるだけなんで、そういう状態だったらやっぱ刺激臭が一番いいでしょうということになります、はい。まあ、色がついてないからっていうのもあのピンにはしづらいかなという感じはします。ですね。はい、じゃあ問い3いきましょう。問い3、ですね、下線部1なんですね。下線部1、水素イオンが電子を受け取り水素が発生したということなんで、これ水素が発生したっていうところをマーカーで塗ってください。下線部1です。下線部1ですね。で、水素が発生したっていうことは実は H2 じゃないとダメだよね。水素って二原子分子なので、だから何が言いたいかというと、あ、分かった分かった、電子受け取ったけんつって、これじゃアウトですよということになる。これは原子なんで水素という気体を表すことはできませんね。水素という気体を表すためには二原子分子だから数にならないといけないという、ここの2が大事ですよということです。ですね。水素原子が2個ですね。それぞれ電子を1個ずつもらって水素分子になって気体として発生するということですから、いいですか。頑張ったらね、あの書き方次第なんだけど、40点は狙えると思うんですよ。今平均が30点、ね、まあ、学校の中間期末で考えたら平均50点ということですから、ね、決して高い平均点じゃないけどよ、書き方の練習さえすればなんとかなりそうな気がするので、頑張って練習していきましょう。で、最後の記述式問4なんですね。モーターに電流が流れる仕組みですね。はい。で、銅板という毒を用いなさいということなんで、亜鉛がイオンになった時に
発生した電子が、導線を伝わって銅板へ移動した。電流が流れるっていうことは電子が移動するっていうことと同じなんだね。電流が流れることは電子が移動することで、皆さん模範解答をちょっと見てください。ですか。亜鉛イオンになるときに電子を放出し、その電子がモーターを通って銅板に移動したですね。電流が流れるということは電子が移動することだということをしっかり把握しておいてくださいという話でした。ですかね、ということです。せっかくです、理科の暗記持ってる人はちょっと化学電池に何ページになってました。リュウちゃん、リュウの子、何ページやった、化学電池。あ、違うとこやったとなんと何ページですか。59ページですかね。59ページかな。かな。そういうような気がしますね。あと、イオンのとこですね。うん、はい、すみません。ありがとうございます。ですね、燃料電池とかも載ってるんで、燃料電池とかも出やすいんでね、暗記の方、何ページだったっけ、59ページの方ね、もう一回ちょっと確認しておいてください。はい、じゃあ裏に行きまーす。裏行きまーす。ですか。はい、もう、ここはね、普通通りの問題だったね。本当にこう普通通りの問題でした。火山の問題ですね。これ、縦状じゃないよね。小状火山ですよね。小状火山だから粘り気が強い。粘り気が強いときは、激しく爆発するという PS、PS ですね。はい。福岡県が、これ、今やってるのは、福岡県の入試問題なので、ね、福岡県の入試問題だから、県模試も PS とこういうふうにアルファベットで答えさせるのは、福岡県の問題の形を真似してるということです、ね。はい。いいですか。では、久しぶりにこれ書きましょうか。久しぶりに書きましょう。銅岩鉱物と岩石の話です。銅岩鉱物と岩石の話です。あ、出た。出た出た出た。出た出た。豚の兄ちゃんちなんか関係ある。はい。竜の安産下流してですね、こっちが竜門安産玄武ですから、こっちが火山岩、こっちが新生岩、そして象岩鉱物です。象岩鉱物、中に含まれている鉱物ですね。さあどうぞ、覚えてる人は書いていってください。
応俺もですね、この文章を、習うまではですね、さっと覚えきれないんです。で、これ習った後ですね、本当に簡単に覚えるようになりました。龍の龍門ね、あんちゃん、あんざん。あ、漢字どうしようか。ちょっと今日はカタカナにしておきます。龍のあんちゃん、あんざん。龍のあんちゃん、ゲリウスそう、龍武岩。原文はね、まあ、例えばこんな風になってると思うんですよ。安山、龍門。でも漢字間違えて点ね、なくしたらちょっと悲しみがあるよね。龍の安ちゃん下痢をして、河川氾濫ですね。河口岩はですね、実は東洋漢字になっちゃないかなと思っちゃうけど、確かこう書いちゃったと思うんですよね。山に置かれた河口岩、河川氾濫、戦力、判例。はい、これで岩石終わりですね。はい、岩石終わり。龍のあんちゃん下痢をして、河川氾濫ね、龍門安山玄武、河口戦力、判例ね。さあ行きましょう。石英、長石は全部にまたがってます。長石全部またがってますね。石英、長石で運もですね。ね、で、石英長消しの石がここですね。石が石英ね、長消しが長石、こいつもそのままですよね。運もです、ですね。で、隠しては何ですか。そう、隠せん石、帰還したの木が奇跡ですね。そして勘が寒暖石、そう奇跡、寒暖石これで全てバッチしてるですね。で、この中で、白色鉱物ね、結局無色と言ってもいいでしょうが、有色鉱物ね、無色鉱物に分かれますですね。で、白っぽいというのはですね、その石英と長石がたくさん含まれているからということになりまして、核戦石とはちょうどここのところですね。石英と長石と核戦石を含んでいるといったらちょうど真ん中のところになりますね。安山岩か玄武岩ということになります。ですか、白色の鉱物ですね、石英長石が白っぽく見えるということで、まあ、それを多く含んでいるこっち側が白色、こっち側が白色ね、こっち側が有色、まあまあ黒色、黒っぽいですね。はい、ということになりますね。白っぽい、黒っぽいということになります。大丈夫ですか？いいですか？はい、ではでは、その次行きましょう。そこでいいですかね？大丈夫ですか？ここで覚えちゃったのもバッチリなんでね。はい、あとはですね、ABCD ということなんですが、もちろん C と D は同じ高さだよね。同じ等高線のところにあるからね。いいですね。で、問い3ですか。図には過去に火山灰が堆積したある地域の地形図を模式的に表したものですね。はい、
に並べなさいという話で、もちろん下にあるほど古いということですからね。ですか。で、高さが変えてあるので、高さが変えてあるから A のところ上に 40m って書いてもらっていいです。 A のところ一番上のところに 40m と書いてくる。で、B が 50m なんで B のとこ 50m と書いてください。これこういうふうに高さが変えてあったらとってもやりやすくて、面倒くさく感じる人いると思うんだけど、ここは取らないといけない。どんどん取らないといけないです。で、どういうことかというと、ちょっとこれを今からしてもらっていいですか。A が40、それを図の中に書いてあるんでですね。で、B が50って書いてあって、そして10メーターのところとか目盛りが売ってあるじゃないですか、10メーターとか。ね、で結局さ、ここちょっと赤で塗ってもらっていいですか。ここ A の一番上が40メーターということですよね。で B から10メーター来たところが40メーターなんですよ。だからここがここにつながってるというふうにこう考えてもらったらいいですよね。同じ高さのところに印をつけるわけです。いいですか。わかります。してますか。もう一回言いますよ。A の一番上は40メーターで、それ左側に書いてあるからですね。で、B の一番上は50メーターなんですけど、それから10メーター掘ったら当然40メーターになるので、この地層はここにこうくっついてくるわけですね。これを切り取ってここに貼り付けたら、こんな感じになります。こう下に貼るように、こんな感じになって、これを貼ったらね。で、それで地層がつながっていきますということです。はい、で、C ですね。大丈夫ですか。理解できてますか。いつかまだ合格ラインに達してないっていう人は本当にここで分かれ道ですよ。本当もっと言うと、でもどこに行きたいかでしょうね結局。はい、近畿が終わって、まあ気が抜ける程度が、まあみんな気が抜けるっちゃ抜けるんだけど、その程度が激しい人は別、例えば東行かなくても近畿でいいやみたいなところがあるということなわけですよ。はい、まあ、家の経済状況もあるんでですね、そこは家の人とゆっくり話をしとかんってたんですけど、どうしても私立はやりきらんちにしたと言ったら公立に絶対行くしかないでしょうしね。その気持ちの差だけです。あとはですか。どうもちょっとね、最近少しこう気が抜けてるなという人が何人か見受けられるんで、もう一回ね、ちょっとやるだけのことやって通った後考えていいじゃん。ただ実際 どこに行きたいかっていうのははっきりしてくるよ。で、こう C が60でしょ。で、20下げたらここが40なんですよ。50にしますか。10下げたら今度色変えましょうか。ここが 50m のとこね。だからここが 50m のとこね。だからこいつがここにこうくっついてくるね。はい、それだけです。わかりますね。それだけの話ですよね。こっから上はこっから上にある、書いてあるってことですね。こっから上はここに書いてあるってこと、それにつながってるってこと。同じ高さのところを見ればいいですね。いいですか。はい、6番いきましょう。6番です。太陽の一日の動きを調べるため、白い紙に透明半径と同じ直径の円を描き、円の中心を通る2本の直角な線を引いて透明半径を円に合わせて固定しましたとですね。はい、9時から15時までと書いてあります。9時から15時まで1時間ごとに太陽の位置の印を書いてありますね。はい、で、問1、透明半球を天球であると考えた観測者の位置も、これは有名な話で、ちょうど真ん中の交点ですね、対角線の交点みたいなところが観測者の位置でした。これできないとちょっとかなり厳しいでしょう。これは取らんといけないですね。で、その次です。問2、 B に沿って P から Q まで紙テープを
あって PQ 太陽の1時間ごとの位置の印を黒丸印で写し取り間隔を測ったんですね。はい、それが図2になります。いいですか。ですね、じゃあいきますよ。1時間ごとの印の間隔が等しいので天球上の対応力速さは一定だと分かる。これは地球が地軸を軸として一定の速さで1日に1回転しているからである。はい、この運動を地球のもちろん、1日に1回転というところをマーカーで振ってください。枠の中です。真ん中の行のちょっと左側、2行目の左側ですね。1日に1回転、まあ、もちろんこれは時点でしょう。また太陽の道筋が B のようになったとき A 地点、太陽の高度が最も高くなった時刻はというわけですが、いいですね。はい、これですね、まず全部足してもらっていい？全部で何センチあるか全部足してください。ちょうど12時が南中高度じゃないですよ。これの真ん中が南中高度です。今こうぐるっと回したやつ全部足した長さのちょうど真ん中が南中高度のところ。これをこう伸ばしただけですからね。こう伸ばしただけですから、こう伸ばしてるわけよ。で、下の長さを全部足したら何センチになりますか。頑張って、全部足したら何センチになる。 40? うん、そうそう、その通り、48になるよね。じゃあその半分っていくらかっていうと 20? はい、こっから24センチのところ、24センチのところが南中高度ライン。そうでしょ、ちょうど真ん中が一番高くなってるわけですね。で、ところでこれ、12時がですね、12時までが、12時まで足してください。12時まで足したら何センチになりますか。12時まで足したら何センチになるでしょう。23になるはずない。23になりました。もう一回言うね。まず全体の長さのちょうど真ん中のところが太陽が一番高くなるところです。南中高度のところなんです。いいですね。で、全部足したら48センチになりますね。で、それを、2で割ると24センチのところになるんですね。24センチのところになります。ところで24センチはちょうど12とか、13とかね、そういうふうになったところではありません。12までが23センチなんです。ということは12時をちょっと過ぎたところということに気づいてください。じゃあちょっとそこをクローズアップしますよ。クローズアップします。12時と13時なんだけど、この間が4センチなんです。で、今ここから1センチのところ、ここが南中高度なんです。いいですか。24のところを知りたいわけ。12時がちょうど23なんで1センチはみ出してるんですよ。はい、これ何分でしょう。15分でしょ。4分の1やけね。大丈夫ですか。いいですか。全体48センチと半分24センチ、24センチのところに行くと12時を1センチ右にずれたところになるんですね。で、1時間が4センチなんですね。ということは4分の1時間ということで、4分の1時間ですから、これに60分をかけて15分ね。はい、ということになりますので、12時15分が南中高ね、南中したというところになります。 OK ですか。頑張ってね。で、夏至はどれか C だよね。 C で、2つ言い方があって、南中高度が一番高いと言ってもいいし、昼の長さが一番長いと言ってもいいです。昼の長さにした人、昼の長さにした人、はいはい、南中高度が高いにした人、おお、どっちでもいいですよ、どっちでもいいです。
それね、ちょっとこの話の最後にさ、北半球と南半球がね、春は秋は一緒なんだけど、冬と夏が真逆だっていう話がね、この透明半球を下にくっつけると分かるんですよ。で、例えば、今、こうなっちゃうでしょ、でこうなっちゃうでしょ、でこうなっちゃうでしょ、これ下をくっつけるとどうなるかっていうと、これ中心通ってるからさ、全部中心通ってるから、この 円の大きさと一緒なの。だからいいですか、北半球が太陽が照ってる時間が短いと南半球長いわね。だから夏と冬って逆だというのははっきり分かるでしょ、赤道から上と下でですね。で今度こっち側もさ、同じようにくっつけると逆のことが言えるわけですね。こういうふうにこうなって、こっちが多いときはこっちが少ないということなんですね、はい、今は、南半球オーストラリアとかですねは、夏から秋になろうとしてますよね、北半球は冬から春になろうとしてますよね。はい、ということになりました。さあ、浮力ですね。浮力は本当に福岡県は大好きだったんです。実はね、過去問ってさ、出らんたいね、一回出とうけん。じゃあなんでするのって話になるわけやけど、まあレベルがある程度分かると、まあどういう出し方してるかっていうのが分かるっていうことが一つと、もう一つはですね、25年ぐらいは今年怪しいかもしれませんと思ったんです。ですか、今過去問がさ、4号ってしたのね、4号ってしたのは出る可能性がある単元という感じでしてるわけです。要するに、6、7、去年出たやつは今年は出らんち分かるでしょ。まっすぐそのあたり一生懸命加工をするち本当はおかしいわけ、本当はね。ただ入試が変わってきてるんで、どんな風に変わってきてるかってことなんですけど、まあ、今年は特に変わるわけですから、変わると宣言してるわけですからね、大門一は変わると。だからその心構えでね、条件みんな一緒なんで、みんな誰も知らんわけ、どういうふうに変わるか知らんけどさ、それは一緒なんで、まあ変わるっていうことを知らんでいって、変わってわーっていう人と、変わるぞって分かっちゃって、あ、やっぱり変わってきた、難しくなったかなみたいな感じで余裕が気持ちにある人はね、全然違うんでね。いいですか、入試で一番まずいのはパニックって、真っ白になって普段溶けてたから溶けなくなるのが一番やばいので、それだけは避けてほしい思いますし、あとは時間配分ですね。難しくなった時に一番問題なのは、一問にかかる時間が長くなってしまう問題が中に混ざっちゃうんです。でそこで時間費やしすぎて、使いすぎて、で最後までいけずに、で特に国語でそれやると作文ドーンって落としたら終わりなんです。作文って大体めっちゃ取れるとこなんでね、もう今のみんなやったら14点だと、もう12、3点は取る力十分あるんで、うまくいけば満点なんで、それがドンと取れなくなったとしたらもうアウトですよ。その国語で決まるかもしれません、十何点も落としたらですね。だから時間配分はとても大事でね、丁寧にやる人、非常に正直で丁寧にきれいにやろうとする人は今の時代には非常に厳しいですね。思い切ってパッと飛ばすとか、それからこの前極端に作文からやってた人がいたんで、剣もしみてたらね、ああなるほどなとも思いました。それもありかもしれないです。もしそれがちょっと自分は性格的に後ろから行きらんなっていう人はもうめちゃ急ぐ、でも飛ばす、で先に作文やってまた戻るですね。そこら辺をとにかくしっかり時間配分だけは気をつけてください。いいですか。では、浮力に行きますね。浮力は本当に福岡県は大好きなんです。いいですか。でこの図もね、問一の図も有名な図ですね。水の中にこう入ってるというね。で浅いところほど当然水の柱は短いので圧力が小さいよね。この横なんですよ。横も微妙に長さを変えてあげないといけません。はい、当然下の方が長いですよね、圧力大きいわけです。これを同じように変えちゃダメですよって言いたわけ。ここを同じ長さで変えたらダメですよってことです。
いいですか、例えば、4番見てください。4番、4番ここが同じになってるんですよ。ここが、はい、そこ 赤でこうバツしてくださいですね。だって深いところほど圧力が大きいわけですから、ここ同じ長さなわけじゃないですよね、当然ですか。はい、ということでした。答えは2番が正解で、2番ね、この形になってると思いますんでね、ですか。はい、これは1回言ったことがあるんですけど、できた人、2番できたね、できたね、 OK ですね。はい、じゃあその次です。問い2、図1の B に働く浮力ですねを図面に力の矢印で示しなさいというわけですね。はい、ただし、図2の黒丸は浮力の作用点を示しており、図1の一目盛りを1ニュートンとしますということで、はい、300グラム物体 A と500グラム物体 B を糸でつなぎということでしょ。で、今これ釣り合ってるわけよ。いよいよ分かりますか。いいですか。この300グラムマーカーで塗ってください。300グラム。これ今釣り合ってるわけね。これどう考えるかというと、300グラムが水中の重さということよ。もともと500やったよ。わかる？今こうなっとわけたよね。この文章をどう理解するかなんですけど、こうなっとわけよね。登場したのはこの A と B なんですね。で、A の重力は300です。まあ3ニュートンです。3ニュートン。一目盛りが1ニュートンとしたら3メートル。で、B の重力は5ニュートン、5メモリ。ね。さあ、高校で習う言葉を教えたいと思いますが、張力というのは、張力、この紐の両端に、ちょっと理系に行きたいと思う人どのくらいいますか。理系に行きたいなという人まだ分からんかったでしょ、でしょ、でしょ。で、理系の人に言いたいんだけど、この糸にはですね、張力というのが働くんです。引っ張る力で、この張力は両端同じなんです。どんな時も糸の両端、ここに働く張力とここに働く張力が等しいんです。で、これ今動いてないとすると、まずここ300なんですよ。あ、ごめんね、3ニュートンって言ったけど3ニュートンなんですよ。わかりますか。ここの釣り合いだけ考えろ。だからこの物体が動かない、でもこの状態で止まってるわけね。動いてる途中ですか、どこにも変えてない、止まってるわけ。ただ3ニュートンの重力をこの糸が3ニュートンでこう止めてるわけ、釣り合って止めてるわけです。で、この糸の端が3ニュートンだったら、こっちの糸の端も3ニュートンかかるという、こことここは絶対一緒ですよっていうのが基本です。糸の両端に働く力は絶対に同じなんです。だからここが3ニュートンだったら、絶対ここも3ニュートンにならんといかんと。はい、メモってください、どうぞ。いいですか。 A は 300g なんで3ニュートンなんですね。で、 B は 500g なんで5ニュートン。これは重力は誰でも分かります。地球が引っ張る力、重力が働いていることは誰でも分かるわけです。で、この3ニュートンが糸にもかからないと、糸が3ニュートンで上に引っ張らないと、これは釣り合わないわけです、まずね。で、この糸の両端に働く張力は必ず等しいんです。こっちが3ニュートンでこっちが5ニュートンとかなること絶対ないです。一本のつながっている糸だったら。いいですか。理系大丈夫ですか。いいですね。張力、糸の両端に働く力は必ず等しいんです。だから3ニュートンはここに伝わってきて、ここに3ニュートンで働くわけです。しかも張力はですね、糸の内側に働きます。こう働きます。こう働きます。張力は引っ張られてるから張力が生じるわけです。引っ張った力をこう内側にこう、要するに押したら押し返すみたいなイメージです。引っ張られるから内側に引っ張り返そうとする。それが張力なんですね。だからこの糸にはこうとこうと働くわけです。さあ、最後のフィニッシュです。いいですか？
空気中の重さが500ですね。水中の重さが300になったと考えていいでしょう。300で釣りやったわけですですか。浮力は空気中の重さから水中の重さを引いた残りですよね。だから5から3引いて、このちょうどここから作用点って、浮力の作用点はここになります。重力の作用点と浮力の作用点は一緒です。糸の作用点はここですよ。紐をくっつけたところが糸の作用点ですよ。力が働く場所。でも浮力はここ、重力が働いているところに働くわけですね。で5から3を引いて2、二目盛りこう上向きに書いたら OK ですよというわけで、できた人。おお、さすがですね。はいはいはい。ということになりました。いいですか。この300と500を使えばよかったとですね。3ニュートンと5ニュートンにして使えばよかったということになります。いいですか。はい、じゃあその次ですね。その次です。A と B を滑車から外し、 A の下、ですね、 A と B を滑車から外し、 A の下に糸 A をつけました。はいはいはい。でですね、そして、糸 A を手で持ち、 A と B を滑車に吊るして、ずさめ B の一部を水中に入れて静止させた。いいね。この時の A に働く重力の大きさを A ですね。糸が A を上向きに引く力の大きさを B、 糸が手が糸 A を真下に引く力の大きさを C とするんですね。はいはい。で大きい順番に並べなさいというわけですけど、いいですか。はい。まず単純に言うとですね、 B は A プラス B だよね、 A プラス C だよねっていうこと分かりますか。ですね、あでちょっと待ってよ、あで手で持ち、で糸が上向きに引く力、糸が手が糸あを真下に引く、そうね、そうね。はい、今度は状況がちょっと変わりまして、全部沈んでません。で、これちょっとついでに教えておきますね。浮力って水中の体積に等しいです。水中のですよ、体積に等しい。なんでこんな単純なことを言えるかというと、水がですね、1立方センチが1グラムだから言えるんです。体積と質量が同じなんです。なんと水はね、本当はごくわずかに違うんですよ。そしてもう理系の人がいるっていう話なんで、ちょっと言いますけど、4度の水が一番密度が大きいんですよ。4度の水が一番密度が大きくて、しかも1にはなってません。 0.999 何ぼぐらいです、本当はね。けども普通1と考えてもいいでしょうということなんですけど、いいですか。でですね、まあ、こんな風になってます。こうつながって、でここが水の上に浮いてと、こんな風になってるんですね。でこの水中の体積が浮力ですよって話をしてるんですけど、いきますよ。まず絶対にこちらで言えることは、B がここにあって、で A の重力があって、で紐を引っ張ってる力があるんですね、 C で。ここだけで考えるんですから、 B は A プラス C なんで、 B が一番でかいのは分かるんです。 B が一番でかいでしょうと。止まってますよ、止まってますよ、動いてください、動いてください。いいですか。 OK です。はい、ということでした。いいですね。これであとはですね、 B と C のどっちが大きいかっていうことなんですけど、いいですか。ですね、まず水の中に全部入ってないんで、ごめんね、水の中に一部入ってるって言ったからいいね。これ全然入ってなかったら5ニュートンなんですよ。これが水の中入ってなかったら5ニュートン。
でも水一部入ってるので B は5ニュートンより小さいわけで、 A は3ニュートンなわけ。ということは A と C どっちが大きいですか。もう一回言いますよ。もしこれが空気中に全部あったら5ニュートンなわけです。でさっき言ったように板の張力は等しいので、もし空気中にこれぶら下がってたら水中なかったら5ニュートンなんですよ。ですね。でも5ニュートンないよね。水に入っちゃう分だけ軽くなっちゃうよね。5ニュートンより小さいでしょ B は。いいですか、ね、この B はしつこいけどこう伝わってこっち側に移ってくるわけよ、ね、でこれ重力5ニュートンなんですけど、ここに水の中に入ってる分だけ浮力が働くけん、小さい力浮力が働きますから、この B は5より小さいわけ。5から浮力を引いた分が B なの、ね、ところで A は300だから3ニュートンで決まってるからいいですか。B はとにかく B は A と C 足したもんやき、 B は3より大きいのは間違いないです。そうでしょ。で5より小さいけん B は実は3とこの間なんですね。じゃあ4かっちゅう話やけどそれは分からないね。はい、けど3とこの間なんです。で A は3なんですときたら、まあ例えば仮に4と見てもいいんですけど、一つ考え方として、ただ C は1とかなりますので、一番でかいのは B、 次が A で次が C ですよ、 C は小さいですよってことになりますね。OK ですかね。はい、ラストいきましょう。8番、これ終わって一旦ちょっと休憩をしますからね。電熱線 A と B を用意し、電熱線にかかる電圧を変えて電流の変化を調べる実験を行いました。下の四角内はこの実験の手順を示しており、図には実験結果をもとに電圧と電流の関係をグラフで表したものです。次の各体の答えを答え欄に記入しなさい。ということで、電熱線 A を用いて図1に示す回路を作り、 P 球管の電圧を 1V、2V、5V と変えて、そのために電流の大きさを測りましたということですね。 OK ですかね。はい、電熱線 A を B につないで1と同じように電圧を変えて電流の大きさを測りましたということです。はい、問1、電熱線を流れる電流は電圧に、もちろんこれ有名な話で、オームの法則、比例する。電流は電圧に比例する。電熱線が同じ場合ですね。電熱線 A と B では電熱線 A の方が電流が流れにくい、それは当たり前ですね。グラフ見たら分かる。そう判断できるのは何ですか。抵抗が大きいからと言ってもいいんですけど、分かりやすく言うとですね、同じ電圧の時に流れる電流が大きい小さいということで判断するね。はい、ちょっとだけ、グラフその中に書き込みましょう。その言葉の書き方が分からんとですよ、みんなは。理科で30点とか平均30点とか苦戦してるのは、どう書いたらいいかが分からん。で、例えば同じ電圧、4V のところをちょっと上に上がっていってください。ですね。ただ 4V のときって、A は、100ミリアンペアしか流れてないんですよね。で、B は200ミリアンペア流れてます。つまり同じ電圧をかけたとき流れる電流が小さいから A が流れにくい、流れる電流が大きいから B が流れやすいとかいう表現にするのが普通ですか。どうせ記述式が勝負になるわけでしょ。ですね。ですか。みんなに言いましたけれど、まあ、今日ちょっと後で点数を集めさせてもらって楽しみしてますけどですね、ちょっと自己採点の部分が大きいので少し心配なんですけどね。あ、これ大体いいやろって丸つける可能性が高いんでですね、ちょっと心配なんですけれどです。どうです。ですね、一応県模試で下がってきた人は点数上げようねっていう形でこれ取り組んでもらってるわけですからね。
上がった人も油断して下がらないように、特にこういうテストをやってもらいたかったわけなんですね。あと1回土曜日にね、テストをやりたいと思ってるんで、あと2回やるかな、やろうと思ってますので、その時は土曜日受けてない人もね、参加してもらって実際にあの練習試合でね、テストを練習してほしいと思うんですけど、だからあのこういうこうきちんとしたテストをするときは結果がちゃんと出せるように、で記述式勝負なんでですね、いいですか。抵抗を計算した結果、例えば A の方が抵抗が、大きいからとかいうこともなきにしもあらずです。ただその時は証拠を見せたかもしれませんね。 A の抵抗は例えば40.1 とかね、40ohmとか、B の抵抗は40.2で20オームとかで、結局 A の方が抵抗が大きいから、流れにくいとかね、なんかそんな風な書き方でもいいかもしれません。模範解答の通りじゃないっていいかもしれない。抵抗の計算できるでしょ、ボルトアンペアで割ればいいときね。大丈夫ですか、いいですか、いいですか。はい、でその次です。P 級管に、あ、ちょっと待ってよ、適切な語句を入れなさい。あ、比例入れたね、そして、うん、A も入れたね、で、うのことも言ったね、うのことも言ったね、はい、ということでした。まあ、とにかく相手が分かるように本当に抵抗を計算しても構いません。さて、問に、手順2の後、図1の回路で P 級化の電熱線だけを図3のようにつなぎ替えたというわけです。はいはいはい。これ何回路ですか皆さん。ここのグラフできた人何人ぐらいいますか。あ、素晴らしい。素晴らしい。これ実は並列回路なんですけど、並列回路って電流一定じゃないですか。ちょっと冷静に思い出してくださいよ。いいですか。ちょっとできなかった人すぐできますからね。一応こういうふうに繋ぎ替えたんでしょ。そこをね。そしたら、これ実は並列回路って、一本だけ繋いでる時と全く同じなんですよ。一本だけ繋いでる時と全く同じ。ごめん。繋ぎ目ここやった。繋ぎ目黒回しとかね。要するに並列回路電圧一定、こう1本だけつないでおくと1本だけつないでおくと一緒なんですね。だからつまり例えば A には 100mA 流れて B には 200mA そのまま流れるわけよ。1本の時と同じなわけよ。ということはこの状態だったらこの2つを足した300になるということがポイントなんです。4ボルトの電圧をかけたとき300になるから、この0と4と3のところを直線で結んだということですね。わかりましたか。いいですか。並列回路は1本単独でつないだときと全く同じ電流が流れるわけでしょですね。電圧が一定ね。ですか。だから例えば6ボルトやったらこれにも6ボルト、これ4ボルトね、4ボルトやったら4ボルト4ボルトかかるんで、一本に4ボルトかけた時の電流が流れるはずなんです。当たり前です。電圧が一緒なんですね。あれでこう2つを足して300にしてくださいということになりましたということです。 OK ですか。はい。で最後、電流圏流れる電流の大きさが 0.6 ボルト、あ、6アンペアであったとき、P 級管の電圧は何ボルトであったか。これね、早い方法は一つある。今こいつ 0.3 アンペアない、 0.3 アンペアのとき4ボルトなの。比例関係だからこいつが 0.6 アンペアになるよって言われたら2倍になってるので、こいつも2倍すればいいよと。8.0 ボルトが正解。これが答えです。ですね。そういうやり方ってよく使うんですよ。実際。いいですか。ね。
ということです。または、抵抗を計算しとってっていう話もあるんやけど、たまたまこれ2倍時も明らかに 0.6 これ2倍だってこと分かったら、こっちも2倍すればいいだけの話なんですね。比例消費でしょ。だから2倍燃料が流れるときは電圧も2倍になりますよって話なわけですね。はい、25年がっつり説明させていただきましたので、ですね、理科はだいぶこうしっかり分かってくると思います。いいですか。あとはですね、今日は英語を機能したので、今日はちょっと社会をちょっと重点的にやりたいと思ってます。数学はね、さっきの正答率見て分かるやろ。6の3とか 1% やき、そこ狙いにいかんがいいやろ。いや、私はどうしても 1% が達成したいっていう時は、まあ、春休みに入ってね、合格してから春に入ってゆっくりもう一回力をつけるための勉強するとかね、そういうことでいいと思います。それから皆さんにはぜひね、高校コース続けてほしいんだけど、いろいろキャンペーンでものすごい安い料金にしてるのと、もう一つはですね、宿題が出て、でしかも入ってすぐ試験がある。でその試験が毎年先輩たちが言ってるけど、本番の入試よりちょっと難しかったですとかいう意見もあります。では英数国の3科目例年ね、過去はそれで理科と社会をわざとくっつけて5科目にします。はい、でまあ入ってすぐまた試験があるということで意識をしておいてください。だけん何が言いたいかっていうと、終わった後ちょっとなんかそういった過去問とかがあったら皆さんにあげたりしてテストをしたいと思ってますんで、まあよかったら その時は無料なんでね、参加してください。ですかね。はい、じゃあちょっとここで休憩したいと思います。はい、はい、明日。